ダン・ウォルダーソン・ダニエル・ジョン・ウォルダーソンは、アメリカのカリフォルニア州ジェット推進研究所の、科学者であり、SF ・ファンダムの著名な参加者である。中流階級の家庭で育ち、糖尿病の患者でもあった。非球体の重力場の高校の、科学博覧会プロジェクトで、カリフォルニア工科大学の奨学金を手にする。ジェット推進研究所では、ボイジャー1及び2をナビゲートするために使用される。 ソフトウェアを書いた。ロサンゼルスサイエンスファンタジー協会のメンバーであり、コミックブック、カッパアルファの公式編集者であり、ゲームファンダム初期のメンバーであり、多くの SF 作家、特にラリー・ニーブンとジェディ・パーネルらと交流を持った。彼らの小説の一部、特にオルダーソン広報とオルダーソン円盤などのアイデアに影響を与えたと言われている。ラリー・ニーブンとジェディ・パーネル合作の 悪魔のハンマーには、ジェット推進研究所の職員として、ダン・フォレスター博士が登場する。オルダーソンは、自分で SF 小説を書いたわけではないが、自身の娯楽のために、想像上の惑星、ウィブルフ・ブワイルドを作成した。糖尿病の合併症で亡くなった。オルダーソンは、ロサンゼルスサイエンスファンタジー協会の守護聖人として、登録されておりいる。 オルダーソンは2008年現在も低水力機で、現在も使用されている太陽系でのナビゲーション用のフォートランプログラムを考案した。糖尿病の合併症により、視力を失った後も、ボランティアによる講実の協力を得ることで、JPL で働き続けることができた。医学的な理由で退職を余儀なくされる前に、彼はフォートランで複雑なサブルーチンパッケージを厳密に、 口実によって作成した。彼は物事を非常にうまく整理したため、混乱を避けるために、すべての引数を厳密な順序に保ちながら、多くの二重サブルーチンと関数を作成することができた。オルダーソンは、夜更かし型として知られていた。JPL でよく知られているのは、午前8時に、彼のデスクで彼を見たら、彼は一晩中そこにいたということだった。健康が損なわれたため、 時間に、ますます注意を払わなくなり、時には午後三時三十分に午後三時の予定に、出かけていた。http://www.lesfsinc.info スラッシュ、index.php オプションイコールコムコンテント&、タスクイコールビュー&、アンド id イコール 49&、iTomado イコール百七十二セインズ。 ハット・クリスチャン・マクガヤ、プレジデント、バイス・チェアマン、アンド・コンプトローラー・オブ・ラスフス、クエテット・イン・ザ・メナス・オブ・ザ・ラスフス、ミーティング・ナンバー3569、リャン・ゴ。 2006コンデンスドバージョンインデプロフォンディス 398http コロンスラッシュスラッシュ www.lasfsinc.info スラッシュ newdeprof スラッシュ deprof434 と p in d f sfo サージェリーポーネルイビドラスフスボードメンバープレジデントミルトスティーブンスメナスオブザラスフス ミーティング3673三ヤ3 2008アーカイブドコピー2012年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年9月20日閲覧 http://www.lasfsinc.info/.newdeprof/.deprof434.pdfhathttp://www.lasfsinc.info/.index.phpoption="comcontent& タスク、イコールビュー&、ID イコール 730&、アイダマドイコール547。ありがとうございます。